おはようございます。ケンです。今朝はテスラが競合他社と比較した場合にどの点において先行しているのか、その点を示すチャートがありましたので紹介したいと思います。テスラ推しの人、テスラ株をされている人にとってなかなか面白いデータだと思いますので、最後までぜひご覧ください。まずタイトルはテスラが競合他社に先行する理由を示すチャートとなっています。今回はザ・モテリーフールの記事です。僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーの紹介をメインに発信しています。テスラや EV に興味ある方はチャンネル登録をお願いします。まず現在のテスラの株価のチェックからしていきたいと思います。現在は 196.88 ドルとなっております。では記事の内容に入っていきたいと思います。テスラの強気派も弱気派も必ず答える質問、それはテスラを他の自動車メーカーとどう比較すべきかです。あなたがどちら側にいるかによってその答えは大きく変わるでしょう。第4四半期決算では様々な面で競合他社を大きく引き離しているが、株価のプレミアム評価を正当化するのに十分なのでしょうか。テスラは従来の自動車メーカーに対して基本的な優位性を持っています。第4四半期のテスラは売上高全体の 83% を占める自動車関連売上が 35% 増となり、 37% の大幅な増収を達成しました。こちらがその内訳となる図ですね。この収益の伸びを他の自動車メーカーと比較すると、テスラが依然として優位性を保っていることは明らかです。こちらが年間の増収率を表した図になります。紫色がテスラです。緑がフォードです。青がトヨタで、オレンジがホンダとなっています。さらに他の自動車メーカーの収益の伸びは四半期ごとに上下するが、テスラの伸びは常に他をリードしています。2022年には137万台を生産しており、今年は180万台程度の生産を経営陣が指針としています。製品を売り込むことができれば今後も急速に売り上げを伸ばすことができるでしょう。しかし最近の出来事でそれが疑問視されています。1月テスラは値下げを行いました。この削減の背景には多くの理由があるが、その分同社の収入は減少することになります。固定費のため同社のクラス最高の利益率は打撃を受けます。しかし最高財務責任者のザック・カークホーンは第4四半期の電話会議で、同社の自動車用粗利率は 20% 以上を維持し、競合他社よりもまだ大きいと述べました。こちらがその利益率の図になります。先ほどと同じで紫がテスラです。オレンジがホンダ、青がトヨタで、緑がフォードとなっています。テスラは他社よりもマージンに余裕があるため、生産する車1台あたりの利益を少なくすることができます。これによりよりプレミアムな競合他社の電気自動車を実質的に下回る価格でマスタング、マッハ E やシボレー、ボルトなどの他の EV に価格を近づけることができます。さらにテスラの値下げ、その後若干の値上げによりモデル Y の価格は 54,990 ドルになり、インフレ抑制法による7,500ドルの税制優遇措置に必要な基準額をわずかに下回るようになりました。この優位性は今後10年間は極めて重要であるが、投資家がテスラの株式のポジションを取るのに十分なのだろうか。一瞬現実に戻ったが、株価はまだ高い。
テスラ株のベアケースをまとめたチャートがあるとすればこのチャートでしょう。これは株価収益率の図となっています。この図を見てもらって、こちらに関してですけれど、この図を見ながら聞いてみてください。他の自動車メーカーに対するこの巨大なプレミアムは、テスラが従来の競合他社と比較して過大評価されていると主張することを容易にしています。新年直後の最安値時でも、トヨタ自動車に対する評価額で 200% 近いプレミアムを維持しています。ちょうどここのところでも、トヨタ自動車に対して評価額で 200% 近いプレミアムを維持しているということです。しかし、利益率が大幅に向上し、成長率が一貫して高いため、投資家はテスラに割高な評価を与えることを厭わないのです。しかし、ウォール街のアナリストは、値下げにより今年の一株当たり利益が減少すると予測しているため、テスラの評価額は株価が同じままである場合に高くなります。そして、対数の法則、規模が大きくなればなるほど成長が難しくなるという法則です。このおかげで収益の伸びが鈍化しています。では、投資家は今買うべきなのか？私はノーと言いたい。妥当な評価額であった1月中に株を拾えば問題なかったでしょう。しかし、タイムマシンがなければ、投資家はテスラが2023年を迎えた時の価格に対して 69% のプレミアムを支払うことを余儀なくされるのです。テスラの株価は非常に変動が大きいです。同社の競争優位性は強いので、辛抱強ければ年間を通じて様々な値下がり局面で株を拾うことができると思います。この株式は長期的に優れたパフォーマンスを発揮する予定ですが、今は株式を取得する適切な時期ではありません。はい、ということで今回はテスラの優位性ということでデータベースで書かれた記事を紹介しました。いかがだったでしょうか？昨日紹介した記事の中では今が買い時という紹介でしたが、今回は一転して今ではないという内容です。やはり人によって意見が分かれるところなので、株をされるならいろんな方の意見を参考に最終的には自分で決めるというスタイルで行くしかないと思います。僕としては別に意図して昨日が買い時の記事で今日は買い時ではないという記事を選んだわけではなく、偶然選びました。今日の記事も最後で今は買い時でないという結論になるとは思っていなかったのでびっくりしております。それぐらい人によって意見が分かれるということだと思います。テスラ株をされている方にとっては今回の記事はデータベースで書かれていたので参考になったんじゃないかなと思います。はい、このような感じで僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味ある方はチャンネル登録をお願いします。また今回の動画も参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。記事の和訳と引用元はブログの方にアップしています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では最後までご覧いただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。先日から何回か追伸のコーナーで話しておりますが、これからの未来の技術に関して情報交換できるようなコミュニティを作りたいと思っています。 LINE のオープンチャットを使って作ってみようと思います。流れとしては僕の方でまず公式 LINE を作成します。そこに登録してもらって僕の方がオープンチャットのリンクを送らせてもらうという流れで行おうと思います。どんな情報交換をするのかと言いますと、こちらに関しては僕の方が今テスラに関する情報を YouTube で発信していますが、テスラに限らず今後注目した方がいい技術に関して、例えば最近だったらチャット GPT の話をよく聞きますよね。このような最新技術、特にこれからは AI です。イーロン・マスクさんもニューラリンクというオープン AI の会社を持たれています。
そういった最新技術の情報交換、そして僕の場合は英語記事を紹介していることもあって、アメリカの情報というのは収集することができます。アメリカ株をされている方も非常に多いと思いますので、そういった情報などテーマとしては未来は明るいというテーマで、あくまで前向きにいろいろな情報を交換しようというグループです。参加費用はとりあえず無料です。もし僕の方が管理をするのに大変になってきたら有料にするかもしれませんが、今は無料で行おうと思っています。これから僕の方で公式 LINE を作成し、オープンチャットを作ろうと思います。3月1日のテスラのマスタープランの日に合わせてやろうと思います。今日日曜日で少し時間があるので、これから僕自身が公式 LINE というのを作ってオープンチャットを作るというところまでしたいと思っています。参加しますよって方は Twitter でコメント、もしくは DM を送ってもらったら、今日作成し作成直後にすぐに連絡したいと思っています。いろいろと未来に向けての技術の情報というのを交換していけたらと思っています。では今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。素敵な日曜日をお過ごしください。ではまた。